はい、皆さんこんにちは、マグラレットです。バージョン 2.7 がついに始まりました。やりました。で、早速試したいのはやっぱりイエランの移動速度を限界まで極めたらどうなるかですよね。はい、ちょっと幻想スキル使ってみますね。うおー、すごい。いや、もうすでに早いな。あー、まあそんなにでも降下時間さゆほど長くはないのかな。いや、でもすでにもうめちゃくちゃ速いと。はい、これをもっともっと上げて移動速度を極めたらどうなってしまうかちょっと確かめたいです。はい、それでは最速のチームを組んでいきましょう。まずは2突効果で移動速度アップのジン、そしてシールドがある間移動速度アップのディオナ、あとは風強迷惑誰でもいいんですが、まあ消費スタミナ減る、一応カズハ入れておきましょう。ただスキル中はスタミナ消費なくなるのかな。はい、では行きます。まずはディオナスキル、ジンで粒子回収、さあスタート。うわ、早い早い、臨場感すごい。そしてサイレでもう一回出し、早い。もうはるか向こうですよ、スタートしたの。やば。はい、ちょっとタルタリアの前でも走ってみましょうか。まず回収、お、いいですね、この攻撃。はや、めちゃくちゃ置き去りにしてる。普段だってこれ結構避けづらいですもんね。いや、楽しいこれ。もう全然ちゃんとした遊び方じゃない気がするけど。まあまあこういうのもいいですよね。しかも1回マークしておけば祭礼の効果後から発動できるのいいですね、これ。ちょっとここからガイア爆発装備して取り行ったらどうなりますかね。ディオナスシールド貼っといて、ガイア爆発いけ。おー、あー微妙。まあ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 、でも結構収穫ありましたね、悪くない。もうちょい全体当てたかったけどな。はい、では行きましょう。まずはディオナスキル、そして粒子を陣で回収、さあ、あー早い。かっこいい、早っ。はい、もう一回。早すぎる。おー、しかもこんなとこからでも距離があってもいけるんだ、ダメージ早っ。普通のダッシュしてみますか。まず普通のダッシュが、お、なんか遅く感じますね、普通。これでもだいぶ速いはず。うん、めちゃくちゃ移動速度アップ入ってるからだいぶ速いはずなんだけど、スキルダッシュ、うわー全然違うわ、倍速ぐらい。あはははは、皆さん今回の動画もご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは美課金や無課金の方でも参考になるような真面目な育成解説、そしてちょっと変な遊び方だったり、変な育成を考えるやけくそシリーズ、この2つを中心に動画を投稿していきます。気に入ってくれた方はマグロのアイコンからチャンネル登録お願いします。それではありがとうございました。